はい、こんにちは、のてつです。さあ、今回はこちらですよ、届きました。今回もネットで購入をいたしました。はい、こちらがですね、インテグレートモデルマジンガー Z でございます。これはね、ものすごく楽しみにしていたものですね。はい、ガシャポンになります。全3種のものになりますが、この3つが1つになってマジンガー Z が完成するわけですけど、全高が20センチのものということでね、こちらがね、2020年の5月末に発売されましたが、モデルとしては2018年の1月に公開された、ここに書いてありますね、マジンガー Z インフィニティに登場するマジンガー Z がベースということですね。いや、マジンガー Z の人気もそうですけど、僕もね、マジンガー Z インフィニティ見ましたけど、めちゃめちゃかっこいいんですよ。そのマジンガー Z もデザインがね、あのマジンガー Z はちょっと僕も欲しいと思っていたんですが、なかなかちょっと買わずにいたところ、このガシャポンでこういったものが発売されるということで、要はその中身、その内側と外側が別々で作れて、しかも合体させられるということだったんで、これはちょっとマジガー Z のグッズ集めるのにいいちょっときっかけになるかなと思って、ちょっと買ってみました。はい、1回500円で全3種となっております。まあ3種類ありますけど、まあそれぞれ単独でも完成するんですけど、今回のこの醍醐味は合体ができるということなので、ぜひそこまでちょっとやってみたいと思います。でね、3種類ABC っていう風にあるんですけど、 A がこの金色ので、インターナルストラクチャーって言って、まあインナーですよね、中身の方で、この B、 これが B ですよね、はい、これがアウターのボディになってます。はい、で最後 C がホバーパイルダーですね、コックピットの部分になるということです。あ、中にね、兜工事が乗るね、ホバーパイルダーが入ってるようですね。じゃあこれちょっと順番にね、 A から上げていって、これね、インターネットにね、組み立て方法が載ってるので、それをちょっと見ながらやっていきたいと思います。はい、では順番に開けていきましょう。はい、では最初はね、こちらインターナルストラクチャーからやっていきたいと思います。もうね、ガシャポンやるとこれがもうこのまま出てくるので、要はカプセルサイズで設計してるので、やっぱその分サイズが大きいということなんですよね。よくこの丸にまとめましたよね、すごいな。でちょっと早速ね、開けて組み立てていきましょう。あ、説明書ありましたね。まあそりゃそうか。あ、ありましたね。これです。はい、じゃあこれを見ながらちょっと作っていきたいと思います。これですね。インターナルストラクチャー。ではまず、はい、この上のパーツに、はい、こちらを取り付けて、はい、で、土台。このパーツを上かな。はめるって書いてある。合わせて、うん、穴、後ろ側がこれですね。お、1って書いてあるのかな。はい、ここにはめる。で、後ろ側も、すごい、全体的に金。中って、間違えると金なんだ。おー、これ顔じゃないですか。うわー、すごいな。結構大きくないですか？ちょっとびっくり。後ろ。はい、はめます。はい、こんな感じでつきましたね。はい、ではここに、はい、このパーツですね。これを横側からくっつけます。うわ、すごいな。こうなるってことか。あ、すごい。ショルダーっぽくなってきた。で、横側はこれか。L と R、L、R、L の、これだ。はい、L をつけて、いいね、もう。
で R をつけます。下ですね、こっちにはまるのかな。うわすごい、うわこれワクワクするな。これ後ろ側はどれだろう、これかな。後ろ側にこれをはめ、あちゃんとつながるのかなこれ。あ、はめの逆だったかもしれない。でこっちからだったな多分。これをはめて、はめてから上からかぶせる感じですね。あ、うん、そうなります。上からかぶせる感じだ。よいしょ。サイドは、これ最後につけた方がいいのかな？うん、こんな感じですね。うーわ、もうすでに、大きいです。大きいですよ、これ。すごい。うわー、かっこいい。はい。これで2までいきましたね。次、首。過去顔の組み立て。はい。LR くっつけて、先ほどのこの顔。パチン。顔を、首を先につけてから顔をつけますと。はい。このようになります。これが首なんだ。はい。これを作ったら、このパーツだ。このパーツが、あ、すごい乗りそう、ここに。オンしそう、ここに。はい、ここから、ドリルの、これですね。はい、こちらに、下向きでつけて、うわぁ、とんがってるな。よいしょ。はい、つけます。つけて。こちらの上ね。はい、上から、はめます。たまらない。たまらんぞ、これ。すごいぞ。ね、よく、ね、マジンガーがこう真ん中で真っ二つにね、割れて中が見えてたりとかするとありますけど、画像とかで。それがちょっとこの手の中で作れてるっていうことが感動ですね。結構尖ってるよ。痛いですね。さあ、もう次、もうこれ上からつけてくださいって書いてありますね。ちゃんとはまっていますね。よし。で、手際を。うわ。なんとかな。うわー、すげえ。あ、結構首長い。あ、でもここにつくのかな、もしかしていろいろ。はい。じゃあ次、頭ですね。頭部アーマーつけましょう。頭部アーマー、これはどっちかな？あ、L。はい、R。うん。上から3箇所だな。つけると。よっ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 。おぉ、すっごい。あ、おっきい。これも。こんなおっきいんだ。この頭のパーツって。うわ、すっごっ。ちょっと浮いちゃってるように思えるけど、大丈夫か。うん。大丈夫なのかな。よし。今こんな感じ。うわ、金ピカだな。金ピカすごいな。そしてここは。あ、横側までこんなになってるんだ。何でしたっけ？ルストハリケーンだっけ？ルストハリケーンってあれですよね。その、僕、はじめ、ただ風を出して、その、竜巻のパワーで相手を倒してるのかと思ったら、あの風の中に酸が入ってるんですね。酸で溶かしてるんですね、あれ。うん、知らなかったんですけどね。ここ溶けないんだ。ここ溶けないんだと思ったんですけど、それは、その、超合金 Z の凄さというか、超合金 Z のパワーってことなんですね。溶けない。じゃあ、次が、頭部終わったんで、今度は、胸部、胸ですね。放熱板。あ、ブレストファイヤーですね。すっごい！うわぁ。ちょっと、調べましたけど、ブレストファイヤーは3万度だそうですね。3万度の熱で、相手を溶かすと。L だ。うん、R ですね。
これを、うわ、面白いな。形が。おっきい、こんな大きいの。すごい。これも、ピン。すごいな。これで、中央がこれだ。胸のパーツを見ると、これ上側で大丈夫かな？はい。真ん中にこれをはめて、して、じゃあこっちから L からね。つけてみましょう。え、どっちだ？まっすぐだから、うん、外側の穴って書いてありますね。こっちだ。外側の穴。こんなもんだ。もっと入るかなと思ったけど、このぐ、ここまでなんですね。ここまで。はい。これを、グッと。グッと。え？これもう、これ500円？え、もう作ってて今なんか、普通にプラモ、買ってきたみたいな。え？はい。あれ？なんか余った。これなんだろう。あ、しまった。これ忘れてた。これ、頭部アーマーの後ろだ。先に取り付けますって書いてある。はい、つきました。うえー、できました。はい、ということで、これで、はい、インターナルストラクチャー、はい、内側のマジンガーが出来上がりました。すげー。もちろんこの目立ってるこの胸部のねパーツありますけど、この中もねすごいですね。こんな肉抜きというかこんな構造になってるんだ。すごい。うひょー。これなんで金なんだろう。ちょっといろいろ調べたいな。うわー、すごいですね。ピカピカで、やっぱ大きいですよ。今ちょっとこれだけで測ると14センチぐらい、これだけで14センチぐらいありますね。ちょっとくると。で、この、ちょっとわかります？立体構造になっているのが、ちょっとね、斜めになってるんですね。で、特にね、すごい外れ、ポロって取れちゃうっていうこともなかったです。しっかりとついてます。で、この、なんか胸部部分がここだけね、しっかりとなんか光ってるんですよ、ここだけ。なんでだろう、コックピットだからなのかな。コックピットなわけないか。こうなんでこうなってるんだ。いや、コックピットこっちですもんね。はい。ということで、じっくり作ったつもりでもなく普通に作ったんですけど、まあ今どのぐらいですか。15分か20分ぐらいでできたのかな。ちょっとひとまずこちら完成させましたので、次の動画で B をご紹介していきたいと思います。はい、以上の鉄でした。